はい。どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はいね。うんさんもここでね、ゴロゴロしてます。はい。ゴロゴロ言ってね、聞こえますかね。み、は、き、い、さん、ここでゴロンゴロンしてますね。はい。えー、どうも、今日が、あこれがね、最後の配信になると思います。はい。えー、いろいろね、お付き合いいただき、ありがとうございます。はい。心から感謝、感謝でございます。 そしてね、どうぞ、明日も見に来てくださいね。はい。えー、まあ、なんというか、えー、一番ね、えー、今日のね、最後の配信の記事で、えー、ちょっとね、んって思った記事がありました。はい。えー、英語の記事なんですけど、なんと日本のことを取り上げていました。はい。えー、いい、いい方面のことではないですね。はい。えー、どういうことかというとね、えー、ぬね、 いわゆる世界一です。世界一、あのメロンちゃんのね、使用率が高いということです。はい。メロンの使用率が非常に高いのに、なぜか昨日ね、過去最高の例のコロアンティーナが発生していたということで <laughs>、大丈夫か日本みたいなね、えー、そういう感じで取り上げていました。はい。えー、これね、 ええー、まあ、皆さんお察しの通りなんですけど、ええー、ここにも書いてあるんですよ、この記事に。はい。えー、いわゆるね、えー、これ、あの、メロンちゃんをしてるのも世界でトップなんですけど、あの、ブーブーですね。ブーブーのね、スターですね。ブーブーのお星様ですね。ブーブーのスターですね。あれも、多分世界一という、はい。<laughs> なのでね、 え、こうなることには、そ、その原因があるんじゃないかと。はい。<laughs> もう、本当にね、ええー、まあ、ちょっと、何て言うのかな。何て言うんでしょうね、こう。<laughs> あまりにも本音過ぎちゃって笑っちゃいましたね。はい。<laughs> まあ、そんな感じでございます。ねえ。まあ、メロンちゃんは体に良くないですからね、基本的に。はい。 でもまあ、あの、死刑はね、えー、ちょっと防いでくれるんで、ちょっとですけどね、はい、あのー、人混みなんかに行くときはね、やっぱり、えー、私はコロアンティーナじゃなくてね、死刑のね、あの、匂いをね、嗅がないために、はい、えー、つけております。はい。あの、すごい匂いしますからね、あのな、最近気がついた方が結構いらっしゃるんですけど、そうなんですよ。あの、こんな柔軟剤あるのっていうぐらいに、 すごい柔軟剤の匂いがします。えー、本当あの、すれ違っただけで、すれ違う前から、あその人が近づいてきただけで、ものすごい柔軟剤の匂いがします。はい。えー、そういうことです。はい。えー、あれの匂いです。はい。ということでね、えー、まあ、ちょっとはね、 あのー、メロンちゃんつけてれば、その柔軟剤の匂いがね、軽減されるんでね。はい。まあ、多少ではありますけど、はい。えー、そういうことで、えー、つけております。はい。まあ、そういうことなんですけどね、えー。普通の人は違うんですよね。普通の人は、えー、このアンティーナがね、ちょっとっていうことでつけてるんですよね。まあ、私は外にいるときはほぼほぼつけませんけどね。 はい、えー。もちろん、あの、スーパーの中とかね、そういうところだけしかつけません。はい。えー、それプラスいい、いわゆるね、ブーブーちゃんですね、ブーブーちゃん。はい。ブーブーちゃんの率が、あ世界一なのに、なんて、日本こんな状態なの、みたいなね。<laughs> はい。えー、それ、その記事だったんですよ。はい。まあ、これ誰でもそう思うでしょうね。で、大体、こう、なんていうのかな、コロアンティーナーってなってる人たちは、 ほぼほぼ、あの、ブーブーちゃんやってるとかね。えー、そういうことなんでね。はい。えー、まあ、笑ったら失礼なのかもしれませんけど、まあ、そういうことです。はい。えー、まあね。いいんじゃないですかって感じなんですけどね。まあ、これでね、あの、いっぱいね、感の先生すればいいんじゃないんですか自己のね、自分の、あの、面々の液がつくんでね。 え、それでおしまいでいいと思いますけどね、私はね。え、あんなもん食べなくてもね。はい。まあ、そういうことでございます。え、それでね、え、この記事にはもうちょっとね、え、続きがありまして、はい。もしかしたら、あれですね、B ですね、B、はい。B のね、え、AI のね、え、DD の SS なんじゃないか、みたいなことが書いてありました。まあ、これがね、本当だったらね、 えちょっとお、まあ今後がね、大変になるなということが予想されるわけで、はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、まあね、えー、いろいろとね、面々のエキ,エキがね、えー、お下がりになっている方があ多数いらっしゃるみたいなんでね、我々は、はい、食べてない我々はね、あ、えー、げあげでいきましょうということです。はい。えー、それではね、 皆さんまたあ、今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました、えー。心から感謝感謝でございます。そしてね、えー、皆さんどうも、どうぞね、明日も、えー、皆さんのお顔をね、見られるのを楽しみにしております。 はい。えー、多分ね、これからちょっと、セカンドチャンネルの方の編集、ちょっといろいろね、構想を練りたいと思います。はい。セカンドの方もね、一応明日あげる予定なので、よろしくお願いいたします。もしかしたら今日になるかもしれません。場合によっちゃね。はい。えー、まあ、そういうことでございます。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。あーい。あーい。かわいいですね。ね。うん